あって困ることなんかねえんだろうがよ。まったくお前は気楽でいいな。飲め飲め、いっぱい食え。おお、ハルタありがとう。行くんじゃない。いや、話して。はい、ということでセッティングが整いまして、はい、いや掛け合い、多分このチャンネルでは初めての掛け合いあら、まあ、なるんだと思うんですが、じゃあ伝説に残るようなそんな掛け合いができると。これで伝説かな。まあ、はいはい、一応シチュエーションなんですけど、はい、まあ、用心棒も辛いよみたいな、なんかちょっとそういうタイトルがここに書いてある、はい、まあ、フリー素材で、はい、ありまして、冒険者と用心棒ってのが出てきて、はい、まあ、ちょっと掛け合うよみたいな感じで、うん、でゆうすけくんにあの冒険者をお願いして、はい、私がちょっと用心棒をやらせていただくという、はい、まあ、こんな流れ。お、でもこれタイトル的に用心棒が主人公みたいな感じありますよ。でもね、ドラえもんでいうのび太くんとドラえもんみたいな感じじゃない。なんか分かりやすいですね。なるほどなるほど、そうそう、そんな感じかなっていう、はい、まあ、そんなところをちょっと想像していただきながら聞いていただきたいと思いますので、はい、じゃあよろしく、よろしくお願いします。では合図出します、はい、せーの、どうぞ。いやー、もうすぐだな、クルム鉱山。おい、この道ずっとまっすぐだっけか。そうだな。あ、なんだ、これから一丁大捕り物かまそうって時に用心棒様がそんなんじゃ調子狂うぜ。楽しそうだな。大友よ、なんたって国のお墨付きの仕事だからな、報酬もたんまりよ。金か、そんなに金が欲しいのか。お、もう当たり前じゃねえか。金さえあれば好きなことなんだってできちまうんだぜ。夢が何でも叶う、夢を夢で終わらせないってな。おいおいおい、あって困ることなんかねえんだろうがよ。まったくお前は気楽でいいな。その能天気さ、少し分けてほしいもんだ。ああ、分けられるもんなら分けてやるぜ。そんなどんよりした空気なんて出されたらこっちまで暗くなっちまうぜ。おい、一応聞くが、今回のターゲットの情報は全て把握してるか。もちろんよ。何やら怪しい儀式をやろうとしてるってやつらしいぜ。それだけか。あ、悪いかよ。頼むからもう少し危機感を持ってくれないか。ああ、もう大丈夫だって。それこそ、あ、用心棒様の力でちょちょっとやってくれんだろ。そんなに甘いものではない。ったく、国はなんでこんなやからに依頼したのか。言ってくれるじゃねえか。俺だってやるときゃやるんだぜ。おい、いいか、よく聞け。そんな甘い考えだとお前死ぬぞ。え、俺が。ああ。ないない、それだけはない。おい、どこからそんな自信が湧いてくるんだ。だって俺今まで死んだことないもん。次も絶対大丈夫だって。ったく、こいつは紛れもない正真正銘のアホだ。うっ、胃がキリキリしてきた。はい、ありがとうございました。キャラ作りとか、はい、声作り、うん、まあ声作りなんて言い方を多分イメージされる方もいらっしゃると思うんですが、はい、まあ、気をつけてるポイント、うん、僕さっきちょっとキーワードあったなと思って。え、なんですか。あのテンプレートだけにしたくないってやつ。そうですね、うん、それは必ず考えます、まあ、特にオーディションですね。あ、オーディションでは、うんうんうん、ただこう現場に行くと、はい、やっぱテンプレートを求められる時もあるじゃないですか。あ、すっごいあります正直、だからそうなった時には、あ、わかりました、切り替えられる、まあ、柔軟さはもちろん必要だと思いますけど、うん、でもなんか自分から役を勝ち取ろうという時は、まあ、おそらくほとんどの人は、まあ、ほとんどっていうか、その例えば新人の方とか、はい、まだ現場が浅い人たちってやっぱテンプレになっちゃうと思うんですよ、うん、だからその人たちと同じところにはやっぱ入れないなっていう、はい、それなりに自分が重ねたものを何か出さなきゃって思った結果、うん、テンプレからなんとか無理やり自分を違うところに置こうとするっていうのは、まあこだわりとしてはありますし、うんうん、あと細かいんですけど、僕キャラ作りと役作りって分けてるんですよ。おお、はい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 。もうあくまで僕の定義なんですけど。あ、いいですね、うん、その声質だったりとか癖のある喋り方、うん、例えばこうちょっとガラついた声を作る、でなんか例えば語尾をのーみたいな感じでこう引き上げるとか、はいはいはい、そういうキャラクターとしての癖
っていうのは僕はキャラ作りとしてこういうことはやってもいいんじゃない、うん、っていうのは一つ置いといて、まあ、それがありつつ台本を読んだ時にこのキャラってこういうことには起こるんだっていうその心情の変化、はいはい、そう心情がどう動くっていうのは役作りとしてなんか一緒にしちゃうと僕なんかブレる気がするんですよ。あーなるほど。だからこういうキャラだけどこういう時はこうしていいんだっていうのをなんか足し算掛け算みたいのをちゃんとベースを2つ置いとくことで、自分の中では例えば、ま、声がちょっといつもと違ってもちゃんと成立しているっていうふうに自分の中で許せる範囲っていうのが、はいはい、これをやってるおかげでできてると思ってて、うん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 、でそれがあるから多分声もかけてもらえてるっていう考えがあるんでこれは今も崩してないですね。面白いですね。だから役作りっていうのはどっちかっていうとこうその一つのキャラクターにおける内面的なところのポイントですよね。でそのキャラ作りっていうのはそれを出した時のこの、まあ、俗に言う言い方でもあるし、そうですね、はい、そのニュアンスっていうんですかね、はいはいはい、こういうところをちょっと結構そこは意識されてるしてます。あすごい面白いですね、うん、そういうことです。でもすっごい大事なことだと思うし、うん、確かにそれを一緒くたにしてしまうと、はい、曖昧 なんかキャラクター像が出来上がるとか、うん、そうですね。おそらく皆さん、まあ、同じことは考えてやってるとは思うんですけれども、はいはい、何かちゃんと理屈的に言葉にできる形で、うん、これどういう風にすればいいんだろうと思った時に僕はそのキャラ作りと役作りで分けるっていうのが面白いです。なんか説明しやすいなと思ったんですね。あすっごく面白いですね、うん、まあ早速その演技を見ていただくにあたりましてちょっと簡単に内容のことなんかを先にですね、ちょっとご説明だけさせていただこうかと思います。はい、はい、タイトルが夢を追うということという一応こんなタイトルになっておりまして、登場人物お二方いらっしゃいます、ゆうとくんとはるたくんという。でこれねちょっとざっくり僕もさっき見させていただいたんですけれども、はい、この二人は年齢が二十歳でちょうど中学校時代からの親友みたいな、うんうん、でまあもともと声優二人とも目指してこう来た中で、ただこのはるたくんっていうのは今大学2年生、うんうん、でゆうとくんも大学には行ったんだけれども声優になる夢を諦められないということで、なんと声優の専門学校養成学校かに通い直すというようなそんな設定になっているんです。で仲良しのこの2人がまあクリスマス、はい、一応ここに書いてあるんですけれども、声優、まあ、そうやって志してた男性2人がクリスマスにクリぼっちのパーティーをするという内容になってますっていうことで、説明いただいておりまして、でこれをまず、ゆうと役を川西くんに、はい、はい、このゆうとのキャラクター説明がちょっとありましてですね、はい、まあ、少しおちゃらけるタイプでもありながらやると決めたらもうストイックにやっていくぞっていうタイプだと、はい、でこのゆうとくんが今実際に声優の養成学校に通ってるという、うん、はい、こんな設定になっております。でもう一人のはるたくん、はい、こちらが、この後高坂くんに演じていただくんですが、はい、ちょっとこうゆうとくんのことを一歩引いた感じの立場で見守ってあげる少しこうお兄さん的な大人な感じのキャラクターであるということで、はい、まあ、なんかそういうところで演じていただきたいですみたいな。じゃあちょっとお二人の準備よろしければ、はい、この後早速セッティング入りまして、はい、演じていただこうと思いますので、はいはい、じゃあそれじゃあセッティングの方よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、じゃあすいません、セッティング整いましたのでお二方これからよろしくお願いしたいと思います。はい、います。それではいきます。タイトル夢を追うということです。どうぞ。乾杯。いやついに俺たちも酒が飲める年齢になりましたな。だからってわざわざクリスマスイブに二人で飲まなくったっていいだろう。しかも俺んちで。だって今年も彼女できなかったし、俺らの誕生日12月だし、ハルタの大学2年目の話も聞きたかったし。お前急に声優になるっつって大学辞めたもんな。あの時びっくりしたんだぜ。まあいいじゃねえかハルタ、俺すっごく楽しいぜ今の学校。それならいいけどよ。今日はフライドチキンも酒もたくさん買ってきたことだし、飲み明かそうぜハルタ。よし、なら声優の養成学校についてゆっくり聞かせてくれよな。いいぜ、案外すごいんだぞ。そうなの？じゃあ早速聞かせてもらうとするか。言うと学校どんな感じなんだ。よし来た。なあ、まず、うん、それでな、俺、うん、もっと上手くできるようになりたいよ。大丈夫か言うと。
落ち着け声優の養成学校どうよなんて軽い気持ちで聞いちまったのが悪かったな。アルタ、俺、どうやったらみんなみたいなすごい演技ができるようになるんだろうな。言うと案外苦労してそうだな。みんなすげえんだぜ、アルタ。本物の声優さんに指導してもらえる授業があってよ。お、そんなのもあるのか。思ってたよりすげえのな。それでな、みんなセリフうまくて褒められてんだ、でも俺はうまくできなくてよ。そうなのか。ああ、それでいっぱい練習して今度こそはって言ってやるんだけど、やっぱりみんな俺よりうまくてな、みんなすげえんだよ。大変なんだな、言うと。でも俺は負けねえぞ、ハルタ。おう、いつか絶対売れっ子声優になるって夢まだ諦めてねえからな。言うと、売れっ子声優になっていろんなキャラたちに俺が命を吹き込んでやるんだ。ああ、なっちまえ言うと。あちこちから引っ張りだこの人気声優になっちまえ。おいよ、ハルタ、見てろよ、俺は超売れっ子人気声優に絶対はいなってやるんだからな。よし、今日はその前祝いだ。飲め飲め、いっぱい食え。おお、ハルタ、ありがとう。頑張れよ、ユウト、応援してるぞ。終了です。ありがとうございます。ありがとうございました。僕多分こうやってて、その台本、さっきのほどのあの朗読じゃないですけど、もう本当に多分こんな感じだったなって思います。その超売れっ子声優になるぞみたいな感じで、あ、このまさにキャラクターの、はい、ゆうとくんのような、もう卒業して世に出たらもう主役バンバンやってみたいな感じで多分思ってたなっていうのは、なんか読みながら思っ、ちょっと思い返してみて、こうやってお仕事をいただくまで10年とか何年もかかって、で今こういう風になんかまた母校に呼んでいただいてみたいな流れがあるので嬉しいんですけど、はいはい、いややっぱり最初の頃はもう鳴かず飛ばずで何やってもうまくいかないし、うんうんうん、とりあえずでもなんか若さゆえの負けん気だけはあるみたいな感じで突っ走ってたのはなんとなく覚えてますね。あ、いいですね、はい。じゃあやっぱ最初の頃にそこまで余裕を持ってできたかっていうと、なかなかそれはなかなか難しいと思います、はい。自分に最初の方は自信が全くなくて。あ、そうなんですね。むちゃくちゃ作り込んでましたね、逆に。逆に作り込んで作り込んで、まあ、自分のその技術がないっていう自覚があるので、いっぱい考えなきゃいっぱい考えなきゃって言って作り込んで作り込んで、むちゃくちゃ練習して結果現場行って変えられないみたいなパターンは結構あった気がします。なんだかんだ一番大事なのって精神だなって本当思います。メンタル的な意味ですか。メンタル的なものは本当大事だなと思います。あ、いいですね。現場でいかにリラックスできるかみたいな。僕が多分一番 今です、はい、今の段階で一番やってるのは、あまりガチガチに作りすぎないっていうとこですかね。あと結構声優の現場って、現場に行ったら意外と違うことあるじゃないですか。ああ、あの全然あのもっと柔らかい感じでとか、えみたいな、うんあ、このキャラクターは王様なんですけど、あのフランクでお願いしますみたいな、はい、ありますあるんですよ。ってなった時に僕結構練習しちゃうとあんますぐ帰れなくて、あ、もう自分のこれで行ってしまってる時があると。そうなんですよね。であと変な癖とかもついちゃったりしてたんで、はい、逆にある程度作って変えられるぐらいの役にしてます。なるほど。その場で、なるほど、あのその臨機応変に対応できるようにという意味でもちろん作ってはいくんですけど、はいはい、そこからいろいろある程度形を変えられるようにというのは意識してます、ね、じゃあその本番というところで本当の意味で完成形に持っていくみたいな。そうですね。そういうところの余地を残して臨むみたいな、はい、で実際やっぱり最初の現場って向こうの、あの調整の制作の方とかも相談されるじゃないですか、はい、いやこっちの方がいいよねとか、はい、だから向こうも多分声を聞いてこうしようっていうのはあると思うので、探るっていうね、僕のイメージではなんか一緒にその場で作っていきたいな、はい、うんうんうん、ただそのベースは持ってこうみたいな。なるほど。例えば折り紙なのか紙粘土なのかみたいな、はい、そういうのを決めて
持っていくっていうのは僕のやり方です。今のですけどね、いいですね、変わるかもしれないんですけど。いやでも十分わかりますね。はい、ここはそういうやり方が合ってるかなと。わかりました。はい、こんな素敵な回答をね、先輩にしちゃうと、もうここから後輩が何を言ってもなんですよ。いやいやいや、そんなことない。僕みたいなもんが。そんなことないです。そんなことないです。少し。いやまあでもやっぱりあの同じようなところはあったりはしますね、はい。あんまりやっぱりガチガチに固めていきすぎちゃうとっていうのは僕もやっぱ通ずるところはありますし、はい、あとはやっぱりそのまあ。それもおっしゃっていただいたことですけど、やっぱり人それぞれの違いみたいなものがやっぱりあるじゃないですか、うんね、はい、僕の好みだったり、それがあの監督さんだったりね、あの演出家さん の、はい、あの好みとはまた別のものっていうのが全然珍しくはないので、はい、やっぱりその現場に持っていくものとしてある程度僕はこう感じましたっていうアプローチをして、やっぱりいつでも変えられるようにっていう意味では、うん、まあ結構似てるようなものなのかなとは思いますね。ちょっとこの後、はい、セッティング入らせていただいて早速披露していただきたいと思います、はい、それではセッティング整いましたので早速ご披露していただきたいと思います。野津山幸宏さん、今井文也さんで綺麗な石です。どうぞ。ね、見て綺麗な石。え、どれどれ。ほら、これ。おお、本当に綺麗だ。これ、どこで見つけたの。そこの茂みを抜けたところ。他にも変なものがいっぱい落ちてたよ。変なもの。うん、一緒に来てみる。ああ、うん。あ、どうしたの。待って、それ以上近づいたらダメだ。え、どうして。行くんじゃない。いや、話して。痛いよ。ごめん、強くやりすぎた。いいかい、よく聞いて。あれは元は人だったものなんだ。え、人。でも全然そんな感じしないよ。うん、もう変わり果てた姿になってる。実は前に同じものを見たことがあるんだ。すぐそばに見覚えのあるイヤリングがあった。僕がその人にあげたものと一緒だったんだよ。じゃあその人が。きっと何かの見間違いだって何度も何度も思ったけど、ダメなんだ。その日を境に彼女はいなくなったままだし、その塊を彼女だって思うのが一番しっくりきたんだ。もうそれ以上考えるのが嫌になったんだよ。ごめんなさい、僕のせいで嫌なことを思い出させちゃって。いいんだ、僕の中ではもう気持ちの整理はついてる。君は何も悪くないよ。さあもう帰ろう。その石はここに置いていくんだ、うん、せっかく拾ったのに。でもしょうがないよね。バイバイ。それでいい。僕たちは何も見なかったんだ。はい、オッケー、ありがとうございました。なんか新鮮でしたよね。いや、ドキドキしましたね。僕もちょっと楽しかったなと、はい、見てたんですけれども、はい、でいろいろちょっと質問がみたいなところが来ておりましてですね、はいはい、お二人でこの演技演ずることについて何か相談したりってされたりするんですかっていう。うちの事務所の代表って早見翔さんじゃないですか、ええ、で早見翔さんと結構距離も近いんですよね。事務所にいたら、あのいらっしゃって会ってお話ししたりとか、まあ、ちょっとね今コロナ禍なんでご飯とか行けてないんですけど、はい、昔はよくねご飯に連れてってもらったりとかあったので、だいぶ頻繁に、なんかどちらかというと、事務所のその、まあ、同期とか後輩先輩に聞くよりっていうよりは、もう早見翔さんに聞いちゃうみたいな、ところが多いんじゃないですかね。結構作品をチェックしてくださってたりもするので、まあそれでアドバイスいただいたりとか、そういうのが結構多いですかね。どちらかというと、なんかよくあるこういうキャラってどうやってやるんですかみたいなとか、そういうのっていうのはあんま話さない。それこそ野津山さんはきっと早見さんとかにもいろいろね見ていただく機会あったりもしますけど、早見さんにこのキャラクターどうすればいいですかねって聞いたことも多分ないのかな。僕はそんなに相談をするっていうよりは現場で痛い目を見て
育ってきたようなまあそれはね方がやっぱり大きい感じがしますね。でもやっぱり大事なところとかそれこそ初めてこうレギュラーの作品で合格しましたみたいな時とかはやっぱりちょっと今井ここはもうちょっとこうしていこうかっていう相談させていただいたりとかがあったんで、あれがやっぱりあったおかげでその現場で不安なところが解消されたりってのはあったりはしたので、